リュウセイ、ポップコーンが食べたくてしょうがありませんけど、お母さんが食べさせてくれません。どうぞ。ダメ。ダメ。父が生きた時に、私に一度だけ、この絵は1500万すると言っていたことを思い出しました。そこで大急ぎでその絵の作者について調べたところ、幕末に活躍したすごい絵師だったということが分かりました。父が言ってたように、本当に価値があるものか鑑定よろしくお願いします。一体どんな絵なのか、スタジオで拝見しましょう。依頼人の登場です。